まあスプートニク関連のロシアとかあっちの方の政治的なニュースもまあちらちら拾おうかなと思いましたけど、まあ、そこら辺含めても結局こういうとこが主体にブロックチェーン中心になっちゃいましたよねと。技術的な開発がどういっとるかがやっぱ面白いですもんね。まあ各取引所、金融商品、規制当局なんかが相も変わらず頑張って、今日はまあ EOS DAPS 関連はなかったですねというところで、はい、2019年2月1日本日のピックアップしたニュースを紹介。まずはネクソン買収にネットマーブルも参戦と。これつい最近のカカオに続いて昨日付けですね、ネットマーブルが参戦という公式意思表示を出したそうで、これでも本当に買収するならさ、水面下で動くとかじゃなくてもうそこで動いちゃうよね。テンセントもしっかり、あのアメリカ北朝鮮サミットと一緒でやるやる詐欺ってすぐやるやつはすぐ動くと思うんですけど、まあ何にせよどうなるかは見物で。はい、次、31日ブロックチェーンリサーチ企業トークインサイトが発表した報告書で、韓国のフォビグローバルが第3四半期連続で A ランクを獲得しましたよ。まあまあ仮想通貨取引所のこの評価基準は何であれ、地域的な割合がアジアとヨーロッパが約 70% ほどあって、中央取引所が8割、出来高でいうと中央取引所がもう 99% 以上だから、ざくっとまとめるとアジアとヨーロッパの中央取引所が未だに仮想通貨業界を占めているというところで、なかなか ZEX 化っていうのは遠い未来ですよねと。はい、次、韓国イサンミン議員が ICO と STO セキュリティートークンを制限的に許容する内容を入り組んだブロックチェーン法を来月発議する予定ですよ。なかなかガッツありますねこれ。これ資金調達とかそのブロックチェーンの不透明性を資金の流れとして懸念されとるだけで、セキュリティートークンはこれ、まあ、今年多分盛り上がっていく分野だと思いますけど、それが仮にこけて規制に入ってくると、これまた他の結局トークンもどきを作るに、いやいたちごっこだねこれは本当に。どっかで許容して受け止める瞬間を作らんと自動運転と一緒ですよ。はい、では次、日本の東急 JR 東日本 JR 東日本企画が観光型モビリティアズアサービスのテストを4月1日からスタートすると発表しましたよ。要は今までの切符を含めた支払いをスマホやクレカベースにしていきましょうというところで、もうこれは当たり前やねんという話で、東京オリンピック1年前にやり始めてこれは遅いですよという感じで。はい、次、バイドゥと中国ピンイン氏がスマートシティ構築に協力しましたよ。バイドゥバスはインターネット開発がバイドゥにとって重要な戦略的方向性である AI なんだって。結局ネットベースを今開発している新しい技術にどう織り込んでいくかっていうところだろうね。もうバイドゥはあれだね、中国ほぼ全面的協力だもんね。なかなかすごいっすわ。はいはい、では次、現地時間で多分本日からですね、バルセロナで Uber と Cabify が本日から停止予定ですよ。規制は VTC を統制するため、より大きな規制を要求することを目指しているタクシー運転手からの圧力を受けて導入されたそうで、どの国もなんかタクシーの本当これあれは業界というか団体というか協会というか連合みたいなのがあれなんだろうね、嫌があるというか自分らの仕事がうんたらかんたらに、ここだけはなんかあれだね、各国ちょっとご利用ししようとしているか、それだけあれなんだよ、危機感を感じているということはね、自分たちの仕事に手が届いているから。はい、では次、金で保証した仮想通貨がイランでリリースしましたよ。4つの銀行とゴフヌースカンパニーが協力してトークン化したのがペイマンでいいんかね、ペルシャ語で規約っていう意味ですかね、近い将来購入できるっていうことで、まだ実装段階には至ってないってことね。リリースを発表っていうことですねこれ。どの国が初めて価値を持つ国内通貨以上の仮想通貨を生み出すかっていうのがなかなか楽しみですね。はい、では次、今月15日から17日開催するイーサリアムハッカソンイーサデンバーの先行トークンポジティブアクショントークンプロトタイプ作業のため、ユニセフベンチャー、ユニセフフランス、イーサリアムスタートアップ、バウンティーネットワークがパートナーシップを締結しましたよ。インセティブプログラムザインパクトトラッカーの一環でトークン正式名称はまだ決まってないそうで、要はユニセフが要はイーサーハッカソンやるもんで、このイーサーデンバーやるもんで、それに対するトークンをリリースしたいよっていうことだけど、15日も前に締結した一方トークン正式名称決まってないで、話が早いのか遅いのかな、俺全然なんか食いついてみたけどなんかあんま色気を感じんというか。はい、では次、韓国規制当局フォレアコミュニケーションコミッションがプライバシー保護とデータ保護に関する法律違反のため、コインリングと OK コインの仮想通貨取引所に罰金を課しましたよ。どちらの取引所もユーザーデータログを維持できなかったことで罰金を課されたそうで、まあまあ罰金で済むならと言わずに改善していってくださいよという感じで。はい、次、ビットフライグループがパラグアイにビットコイン取引センター開設
するためにソウルベースのコモンズファンデーションと提携して事業を拡大していると発表しましたよ。まあおそらく水力発電とかに目をつけてパラグアイに開設を狙ったんではないかなって記事では書いていますけど、リザヤとか数字面では確かに仮想通貨取引所は魅力な一方、あんだけハックとかの被害を考えるとはっきり言ってお金の問題じゃなくてやりたいとは思わないよなって、技術的には面白そうかもしれんけど。はいはい、では次、バイナンスがイスライスベースの決済会社シンプレックスと提携してビザやマスターカードのクレジットカードで購入を可能にしたと発表しましたよ。購入可能の仮想通貨はビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルをサポートしているそうです。ついでもボスは言ってましたもんね。注意点としてはバイナンス規約ページによるとイラクやアフガニスタンなど一部の国ではサービス除外で、またアメリカではニューヨーク、ハワイ、ジョージア、ニューメキシコ、ワシントン、コネチカットの6州はサポートされていませんと。バイナンスもあれなんだな、ここら辺のカード決済とその他ウォレット関連はあれだな、自社でやるよりやっぱ買収とか他社の技術を利用してっていう方針でいくんでしょうねというところですよね。はい、次、シカゴオプションが先週撤回したビットコイン ETF 上場投資信託承認規定改正のための提案を昨日ですね、アメリカ証券取引委員会に再送信しましたよ。まあこれどこでもいいから本当に ETF が1個でも通ると仮想通貨的には今からもうちょい欲しいな、やっぱ半年ぐらい周期的にはあれかな、ただ起爆剤になると思いますけどねということで。はい、次、ソウル市がブロックチェーン行政サービスを評価するソウルブロックチェーンガバナンス団を15日に発足したと昨日ですね発表しましたよ。いや遅くねえかこれ、前確かそんな話あったよね、なんか集っとるって。いや正月ぐらいに確か覚えある、そうそう、行政サービス提供してオンライン投票や中古車売買なんかのブロックチェーンベースのパイロットに参加して意見なんかを提示していくとかあったもんね。えらい発表がなんか遅いね。はいはい、なんか釈然としませんけど。次、ドイツの証券取引所シュシュットガルトグループが仮想通貨モバイルアプリバイソンをリリースしましたよ。ユーロベースでビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン取引可能にして、金融会社 EUWAX と提携してバイソンアプリやトークンを保管するためのウォレットとして機能しますよと。実際アプリだろうが PC だろうが取引した後の保管は怖くてできんすけどね。はい、では次、ニューヨーク金融当局がビットコイン ATM コットアカウントバンディングにビットライセンスを授与しましたよ。そのうち本当これタバコ屋でタバコ缶みたいにだんだん簡単に購入できるふうになっちゃってくるんでしょうね。はいはい、次、ベライゾンエンジニアがライブ 5G ネットワークでエッジコンピューティングのテストに成功し待ち時間を半分に短縮しましたよ。テレコム系は特にあれですよね、やっぱこの 5G に各国力入れてる感じでどんどんなんか早く遅延なしを開発されいいんじゃないですかという感じで、日本もはよはよという感じで。はい、次、ツイッターがロシア、ベネズエラ、バングラデシュ、イランなど関連ある何千もの偽アカウントを発見して削除しましたよ。ほんとね、ツイッター検索はねマイナーなものならいいけど、有名になってくればなるほど本当に偽物が増えてきて、最初全く無知のまま検索すると Google よりひどい関わり率で引っかかってとんでもないことになるので、本当これ要注意ですよ。最初から知っとってアカウントフォローしとるないけど、いきなり未知の世界飛び込んで調べようとすると本当に痛い目になるので、これ本当要注意です。はい、次、こちらも SNS 系の削除で Facebook が昨日ですね700以上のイラン関連のページやグループアカウントを削除しましたよ。要は詐欺であったり偽であったりデメリットをもたらすようなニュースや投稿とかそんな感じということでしょうね。そうなるとこれは何、みんなテレグラムへ流れていくのかという感じで。はい、次、日本伊都中がインドネシアでブロックチェーン取引を記録するパイロットを3月にスタート予定ですよ。これも取引だけじゃなくて記録できるものは全てブロックチェーンはいけますよね。その開発の手間とかそういうのは抜きにして、まあ日本企業も頑張ってほしいですよねというところで。はい、次、ツタンカーメン墓写真が公開されましたよ。この怖いのとかグロいのとか私すごく不得意で苦手なんですけど、このミイラとかじゃないけどこのエジプトとかのこの神秘的じゃないけど昔の現代からは想像できない技術を駆使したと、こういうとこはなかなか非常に興味があって怖いですけどね。本当英語学習終わったらなんかフラッとこんなとこ旅してなんか見ていきたいなって考えてますよ。はい、次、投資会社フィデリーが仮想通貨のカステディと仮想通貨カステディ
リースに向けて最終テスト段階であることをブログで書きましたよ。これフィデリティだけじゃなくて他の国でもやっとって、これはやっぱこの保管仮想通貨の保管サービスっていうのは各国の銀行なんか技術とか法律とかライセンス的に非常に欲しいところだよね。巨額の富と顧客を一気に自分とこの銀行へぶち込めるもんね、数字として。特に銀行グループとかは考えるところだと思いますよ。はい、次、話が早いなということで、韓国仮想通貨取引所アップビットが今話題のビットトレントトークンを上場発表しましたよ。これは私が取引所でも間違いなく扱いたいですもんね。まあ夏頃には実装向けてガラッと高騰しとると勝手に想像しとるんですけどね。はい、次、 IBM が中国からシンガポールへオレンジ出荷追跡するためのブロックチェーンテストを完了しましたよ。新年のお祝いに28トンのオレンジで10万以上の果物を含む3000カートンが届けられたそうで、みかんはこれ何、繁栄の象徴ってなんかそういう由来があるんかな。 IBM がそうやって言ってますけど、まあ確かに日本でもあれだもんね、正月とかに餅んとこにみかんとかありますもんね。まあまあさすが IBM ということで、次はオラス、ブリルライトがブロックチェーンベースゲームバフとMOU 締結しましたよ。昨日付の話ですね。バフはキングオブファイターズでおなじみの SNK なんかとも癒着があって、ゲーム的になかなか面白そうじゃないですかねって。カードバトルゲーム SNK オンチェーン開発中で、6月にテンセントでサービス予定だそうで、いいんじゃないですか、なかなかと。はい、こんな感じで1日サクッと見ましたけど、まあスプートニク関連のロシアとかあっちの方の政治的なニュースもまあチラチラ拾おうかなと思いましたけど、まあ、そこら辺でも結局こういうとこが主体にブロックチェーン中心になっちゃいましたよねと。技術的な開発がどういっとるかがやっぱ面白いですもんね。まあ各取引所、金融商品、規制当局なんかが相も変わらず頑張って、今日はまあ EOS DAPS 関連はなかったですねというところで、結局これ毎日繰り返すと、ハックと技術開発、各国の政策動き、あと地域的なゆかりとして何があったのか、結局見てるところは同じですよねというところ。はい、まあそんな感じで週末に向けてニュース量も減りつつなる金曜日、以上2019年2月1日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。